自作のロメオとジュリエットに対し、初めて合唱公共曲という用語を使用したエクトル・ベルリオーズ。合唱公共曲は、内容的、全体の音楽構造は大まかに、公共曲形式に準拠しつつ、還元楽合唱、そして時に読唱者のために書かれた音楽作品である。この意味における合唱公共曲という用語は、エクトル・ベルリオーズが自作の ロメオとジュリエットを表現すべく、同作品への五段落からなる序文において用いた造語であった。これに次に先立つ合唱公共曲は、ルートビヒ版ベートーベンの公共曲第9番である。ベートーベンの第9は、フリードリヒシラーが表した歓喜の歌の一部を取り入れ、修学賞ではそのテクストが、読書者と合唱によって歌われる。これが主要作曲家が、 公共曲のうちに楽器と同じ水準で人の声を使用した最初の例となっている。フェリックス・メンデルス・ゾーンやフランツ・リストを筆頭に19世紀の作曲家には合唱付き公共作品の創作によりベートーベンに続くものが少数現れた。このジャンルで特筆すべき作品は20世紀になってグスタフ・マーラー、イーゴリスト・ラビンスキー、レーフ・ボーン・ウィリアムズ、 ベンジャミン・ブリテン、ドミートリー・ショスタ・コービチラー他により生み出されていった。20世紀の終わりから21世紀の初めにかけても、ピーター・マックスウェル・デイビス、ダンダテ、フィリップ・グラス、ハンス・ベルナー・ヘンツェ、クシシュトフ、ペンデレツキ、ウィリアム・ボール、コム、ロバート・ストラスバーグらの作品としてこの分野への新作が登場した。合唱公共曲という用語は、言葉の使用に由来する物語的。 もしくは劇的な要素を混合しつつも作品を公共曲にしたいという作曲者の意思を表している。このため使われるテクストは重要な語句やフレーズを何度も繰り返す、変更する、順序を入れ替える、一部を省略するなどされ、言葉が物語とは異なる結果を求めて公共的に扱われることがしばしばある。音楽的着想を伝達するという還元学の 役割が重要性において、合唱や読唱者と同等である一方、テクストが公共曲としての基本的骨組みを決定していくことも珍しくない。公共曲であることを強調しつつも、合唱公共曲は往々にして、音楽形式や内容面において、歌唱のない場面においても外的な物語の影響を受けている。ルートビヒバン・ベートーベンは、 公共曲第9番に歌詞と声楽を導入することによって公共曲というジャンルを再定義した。公共曲は18世紀末までに最も権威ある気楽ジャンルとして確立された。その100年を通じて相当な熱意を注がれて発展し、多種多様な場面で登場していた頃には演奏会の開始や締めの作品として用いられることが一般的で中間には声楽や 器楽の独唱者が必要な楽曲が置かれていた。注意を向けるべきテクストを書いているがゆえに、公共曲は、社会的、道徳的、私的な発想のための作品というよりも、娯楽的な伝達手段と見られていた。規模と芸術的重要性が高まり、一部は、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンがこの形式に注いだ、努力の結果として、 公共局はより大きな権威を集めるようになる。時を同じくして気学音楽に対する一般的な態度の変化が生じ、かつては不利な条件とみなされたテクストの欠如が長所であると考えられるようになった。1824年、ベートーベンはこれまで気学の分野であったところにテクストと声楽を導入した公共局第9番により、 公共曲というジャンルを再定義した。彼のこの行いが公共曲の将来に関する議論を巻き起こすことになる。リヒャルト・アグナによれば、ベートーベンは言葉を用いることで、純規格音楽の限界を示し、重要なジャンルであった公共曲の終焉を刻んだのだという。他のものはいかに進むのか。合唱付きのフィナーレを要する公共曲を書いて、第9に負けんとすべきか。 または純粋な気学的流儀にのっとり公共曲の分野を発展させていくべきかから分からずにいた。音楽学者のマーク・エヴァン・ボンズのことによれば、最終的に公共曲はすべてを包含する、音のみからなる範疇を超越した宇宙的ドラマであるとみなされるようになっていく。ベートーベンのモデルに挑み、拡張を行った作曲家もいる。ベルリオーズは、 自身の合唱公共曲、ロメオとジュリエットにおいて、声楽を用いて、音楽と物語を融合し、公共曲の女子的性質に対する斬新な試みを行ったが、オーケストラのみが語るその物語の重要な場面も温存した。これを行うことにより、ベルリオーズは後に続く作曲家に、公共曲の領域において、刑事情学的なものを扱う。 新規の方法論を示したのだとボンズは書いている。メンデルスゾーンは公共曲第2番参加を合唱、読唱者と還元学のための作品として作曲している。作品を公共カンタータと称し、彼は合唱を伴うフィナーレを9つの楽章に拡大、読唱者、レチタティーボ、合唱の部分を盛り込んだ。これによって、 声楽部分はそれ以前の循環弦楽の部分よりも長くなった。リストは二つの合唱公共曲を作曲している。それらは多学章性に従いつつも彼自身が公共史において確立した作曲習慣、表題的な目標に沿ったものとなっている。クシシュトフ・ペンデレツキは公共曲第七番でエルサレム史の三千年期を祝った。リスト後にはマーラーが 初期公共局でベートーベンの遺産を受け継ぎ、ボンズはこれを理想語的フィナーレへの奮闘と名付けた。この目的のためにマーラーは公共局第2番復活の修学賞に合唱と読唱を寄与した。公共局第3番では2つの声楽入りの学賞の後に純器学による修学賞を置き、公共局第4番の場合は声楽入りの修学賞が ソプラノにより歌われる。気楽のみによる作品である、公共曲第5番、第6番、第7番の作曲後、マーラーは、公共曲第8番で、祝祭的公共典礼の傾向へ回帰する。この作品では、作品全体を通して、テクストが織り込まれている。マーラー以後は、合唱公共曲は、一般的なジャンルとなり、数多くの作品が次々に制作されていった。 ブリテン、ラフ・マニノフ、ショスタ・コービチ、ボーン・ウィリアムズなど、厳格に、公共曲の様式に従った、作曲家もいる。ハバーガル、ブライアン、アルフレート・シュニトケ、カロル・シマノフスキなどの作曲家は、公共曲形式の拡大もしくは全く異なる、公共曲形式の仕様を選択した。合唱公共曲はその歴史を通じて、特別な機会に合わせて作曲されてきた。 最初期のものは、メンデルスゾーンの公共曲、第2番、3歌で、これは、ヨハネス・グーテンベルクの活版印刷発明400周年を祝うために、ライプツヒシから移植されている。一世紀以上経った後、1973年に、ヘンリク・グレツキは、天文学者のニコラウス・コペルニクス生誕500周年を祝うためとして、ニューヨークのコシチュシコ財団から移植を受け、 コペルニクス島という副題を持つ公共曲第2番を作曲した。これら2つの作品の間に位置する1930年に指揮者のセルゲイ・クーセビツキーがボストン公共楽団の創立50周年の記念としてストラビンスキーに依頼して完成されたのが紙幣公共曲である。また百四十六年には当時フランス国営放送を率いていたアンリ・バローが 第二次世界大戦の終戦を記念し、ダリウスミヨーに移植したことで、テデウムの副題を持つ、公共曲第三番が生まれた。20世紀の終盤、および21世紀の初頭にはさらに多くの、こうした、公共曲が作曲された。ペンデレツキの公共曲第七番は、エルサレムの三千年期のために書かれた。ダテの、シンフォニー1997、ヘブン・アース・マンカインドは、 同年の中華人民共和国への香港返還を記念した作品であった。グラスの公共曲第5番は21世紀の始まりを祝うために移植された作品群の中の一つである。合唱公共曲はオラトリオやオペラのように還元楽と合唱、そして多くの場合読唱も交えた作品であるが、わずかながら無伴奏の合唱のための作品も書かれている。 1858年に自身の作品であるロメオとジュリエットを言い表そうと最初にこの用語を創作したベルリオーズは自身が思い描く還元学と声楽に特有の関係性について説明している。声楽は頻繁に用いられるが演奏会形式のオペラでもカンタータでもない合唱公共曲なのだ。始まってすぐに歌があればそれにより 聴衆の心は、還元学が、感情や情熱を表現する劇的な場面への準備を整えることになる。また、音楽の展開に合わせて、合唱の重みは徐々に増されていかねばならない。それが突如として現れることによって、作品の統一性を既存するのであれば、アリア、レチタティーボ、合唱へ向かって演出が構築されていくのが、一般的なオラトリオやオペラとは異なり、 合唱公共曲は、学章制で、公共曲のように構成される。伝統的な四楽章を構成とし、急速な開始学章、感情学章、スケリッツォとフィナーレが用いられることもあり、それ以外の学章設計がなされることもある。合唱公共曲におけるテクストは、オラトリオの場合と同様に音楽と同等の重みを持ち、合唱と読唱者は、楽器と対等に振る舞う。 時が経つにつれ、テクストの使用によって、合唱交響曲は、ベートーベンの第9のような合唱のフィナーレを持つ、交響曲から、ストラビンスキーの詩辺交響曲やマーラーの8番のように、曲全体に声楽と気楽が用いられる楽曲へと進化を遂げていった。時として、テクストが交響曲の音楽苦笑性に合致するような土台となる筋書きを与えてくれることもある。 例えば、エドガー・アーラン・ポーの、金の幼少期から、結婚、成熟、死へと進む四部立てが、公共曲の四つの楽章をラフマニノフへ暗示して、合唱公共曲、金の作曲につながったことは自然なことである。公共曲の様式の基礎構造や美的な意図に準拠、しながらも、ベルリオーズが、ロメオとジュリエットでそうであったように、 テクストは作曲家の奮起を促して、公共曲のジャンルの常識から来る束縛を超えたものに、合唱公共曲を拡大させうるのである。また、テクストは、ロメオとジュリエットで見られるように、歌唱の入らない部分の音楽的内容にも影響を及ぼしうる。同作品においてベルリオーズは、還元楽に対して、気楽音楽により、劇の大部分を表現させ、言葉の使用を 作品中の説明的、物語的な箇所に留めている。オラトリオの場合と同様、合唱公共曲におけるテクストは、音楽と同等の重要性を持ち得るものであり、合唱と独唱者は、楽器と同じように音楽的思想の提示と展開に参加することができる。また、テクストは作曲者が公共曲の形式に厳格に沿っているのか、もしくは、 公共曲形式を拡大しているのかを同定する、助けにもなる。ラフマニノフ、ブリテン、ショスタコービチの場合は前者であり、後者にはベルリオーズ、マーラー、ブライアンが属する。場合によっては、テクストの選択により作曲者が異なる公共曲形式へ誘われることもある。シマノフスキ、シュニトケ、そして再びブライアンがこれに該当する。さらに、 作曲家はテクストをより流動的に物語というより音楽の方法に乗りて扱うことを選択することも可能である。そうしたものにはボーン・ミリアムズ、マーラー、グラスの例が合致する。ウォルト・ホイットマンが用いた自由詞はテクストへの流動性の高い作曲法を模索していた作曲家から評価された。ボーン・ミリアムズが海の公共曲のために執筆した。 プログラムノートではテクストがいかに音楽として扱われるべきであるかが論じられている。彼は次のように書いている。本作の構造は物語的、劇的というよりも公共的なものです。このことにより、私文中に存在する重要な語句や節を何度も繰り返すことが正しいのだと説明されるのではないでしょうか。こうして言葉が 音楽同様に公共的に処理されるのです。彼にこの公共曲への霊感を与えたのは、ウォルト・ホイットマンの詩であったが、伝統的な因率のあるテクストよりも、構造の流動性が重要性を増してきていた時に、ホイットマンが自由詩を用いたことが評価されるようになったのである。この流動性によって、ボーン・ウィリアムズが頭に描いていたテクストの非物語的で公共的な処理の促進に、 弾みがついた。特に第三楽章では、テクストは説明性に乏しく、音楽にこき使われもする。反復される行があれば、原文では、隣同士でない行が、音楽中ではつながって現れることもあり、一部は完全に省かれてしまっている。テクストに対して、日物語的なアプローチを行ったのは、ボーン・ウィリアムズだけではない。マーラーは、公共局第8番で、 同じようなことによると、さらに急進的な手段を取った。第一部の、来たれ、創造したる精霊よで、大量の行を提示したその方法は、音楽ライターで評論家のマイケル・スタインバーグをして、反復、結合、反転、天地合体の信じ方いの濃密な発達と表せしめた。同公共曲の第二部では、ゲーテのテクストを用いて、同様に、 二つの大幅なカット及びその他変更が加えられた。これ以外にテクストの音楽としての使用を一層推し進めた作品もある。ボーン・ウィリアムズは映画南極のスコットを土台にした南極公共局においてサムザムと吹きすさぶ雰囲気を全体に作り上げるのを補助する役割で歌詞のない女性合唱を使用している。グラスはトルテカシンフォーニーとしても知られる。 公共曲第7番の第2、第3楽章で合唱を使用しながらも、歌詞には現実の言語は用いられなかった。その代わりに、歌詞は相対としての還元楽によるテクスチャーの感情的な文脈に付け加えられる形の固定されない音節からなるのだと作曲者は述べている。イーゴリストラビンスキーは、詩編公共曲において合唱と還元楽を同じ逆点で用いた。 ストラビンスキーは自作の紙編公共曲のテクストについてこう述べている。紙編が歌われるように取り入れた公共曲ではない。それどころかむしろ私が公共化した紙編の歌唱なのだ。この判断は非常にテクスト主義であり、また同様に音楽主義である。ストラビンスキーの対応法は複数のセーブを求めており、それらは 旋律やリズムの上では独立でありながら、火星的には相互に関連しつつ同時に機能しなければならない。個々に聞けば非常に異なるにもかかわらず、同時に聞かれた場合には調和するのである。この成分の相互作用の成長差を最大限まで高めるため、ストラビンスキーが使用したのは、合唱と気学という二つの要素が同じ立脚点に位置するはずながら、 いずれもが相手を超えないようなアンサンブルであった。マーラーが公共局第8番で桁外れに強大な迫力を描くにあたって意図したのも同様の声楽と気楽の間での力学的均衡であった。彼がそのような力を用いたことにより局は報道関係者から1000人の公共局という通称を授けられたがそれは単に大げさな効果を狙ったものではなかった。 ストラビンスキー同様、マーラーは、大砲を広範囲に拡張して使用しており、それは、とりわけ第一部の、来たれ、創造主たる精霊より顕著である。音楽ライターのマイケル・ケネディによれば、マーラーは、第一部を通して、複数の独立した戦慄的成分を操作するにあたり、相当な熟達度合いを示しているという。音楽学者のデリック・クックはマーラーが強大な力を、 波外れた明晰さで処理していると普遍している。ボーン・ミリアムズも海の公共曲における言葉と音楽の均衡を強調し、作品のプログラムノートに次のように記している。還元学が音楽的発想を実行に移すにあたり、合唱や読唱者らと対等な役割を担っているのだということも注目に値する。音楽評論家のサミュエル・ラング・フォードが 作曲者に同意する形でガーディアンが見に本作の初演について記したのは次のような内容であった。これは我々が手にしている真の合唱公共曲へ最も近づいた手法である。声楽は全編を通じてオーケストラと全く同じく自由に用いられている。スターリン支配下での恐怖やその他ソビエトの虐待を描いたエフゲニー・エフトゥシェンコの 死に触発されてショスタコービチは公共曲第13番を作曲した。ラフマニノフの合唱公共曲であるカネはポーの死にある幼少期から結婚、成熟、死という四部からなる進行を反映している。ブリテンは春の公共曲においてパターンを逆にして見せた公共曲の四つの部分は存在するが作曲者のことによると冬から春への進行、そして それがモラタス大地と生命の目覚め公共曲の伝統的音楽小生に収まっていますが、楽章は同じような雰囲気や視点により結合された小さなセクションに分割されています。ショスタコービチの公共曲第13番、バビアールの誕生はいささか複雑であった。彼は、エフゲニー・エフトゥシェンコが表したし、バビアールを独領後ほとんど間を置かずに曲を書いたが、当初は、 単一楽章の楽曲にしようと考えていた。エフトゥシェンコの詩集、ブスメックルキから他に三編の詩を見出したことに、後押しされた、彼は完全調の合唱公共曲へと進んでいき、出世を修学賞に置くことになった。音楽学者のフランシス・マイスがコメントするところでは、ショスタ・コービチはこれを行うために、ソビエトによる他の虐待に関するエフトゥシェンコの因文により、 バビアールの主題を保管したという。焦点ではこの上なく、基本的な食料を購入するのに、何時間も経って列に並ばなければならない女性たちへの惨事であり、恐怖はスターリンの下での恐怖を呼び起こす。出世は官僚に対する非難、そして真の創造性への参加である。音楽視屋のボリス・シュバルツは、ショスタ・コービチが配置した順序通りに、 死が力強く劇的な開始楽章、スケルツォ、2つの感情楽章とフィナーレを形作っていると付け加えている。他にテクストの選定が作曲者を異なる公共曲形式へと導く場合もある。幅上がるブライアンは勝利の歌という副題を付けた公共曲第4番をテクストに用いた紙編第68編の三部構造によって語らせることにした。 13から18行目を用いて作曲された、ソプラノ読書と還元楽のための音楽が静かな感想曲となり、大合唱とオーケストラの力を用いて書かれた、規模が大きく非常に半音階的な両端楽章の間に位置している。同じく、島ノフスキは、公共曲第3番、夜の歌において、13世紀ペルシアの詩人者らある、ウッディン・ルーミーのテクストを使用しており、 ジム・サムソンはこれを単一の三部構成楽章、また全体としてのアーチ構造と呼んだ。グスタフ・マーラーははじめ、ベートーベンの第9の様式を拡張し、後にそれを放棄した。作曲家は合唱公共曲に公共曲のジャンルの一般的制約を超えさせることによってテクストに応えることもある。これがはっきり現れているのがベルリオーズが、 ロメオとジュリエットのために用意した珍しいオーケストレーションと舞台用の指示である。この作品は7つの楽章からなり、第4楽章の愛の妖精の女王、マブの後に休憩を置くことを求めている。この間にハープを舞台から下ろし、続く早々更新のためにキャピュレット家の合唱を入場させるのである。ベルリオーズの電気作家であるダラスケーンホロマンは次の ようなことを見出している。ベルリオーズの見立て通り、この作品には物語的要素が横たわっているが単純なベートーベン的な構成となっている。核となる手法は幻想、公共曲のような合唱付きフィナーレを持つ語学賞の公共曲で、スケルォと行進曲の両方の追加学章はこれにより、小部分及び、 作品を締めくくる墓の情景のポプリにより導入部となるのである。マーラーは公共局第2番復活において筋書き的な理由、公共的な理由の両面からベートーベン風のモデルを拡張した。声楽の入る第4楽章、元三つは第3楽章の子供のような心情をマーラーが修学章で解決させようとした観念的な緊張へと 橋渡しするのである。次に彼は、公共局第3番でこの形式を捨て、はじめに純規格的な学章を3つ、2つの性学と還元学の学章が続き、修学章を再び規格のみとした。ブライアンは、マーラーのように、ベートーベンの様式を拡大させつつも、公共局第1番、ゴシックではるかに規模が大きく、またるかに強大な還元学と合章の効果を、 用いた。1919年から1927年にかけて作曲された。この作品はゲーテのファウストとゴシック様式の制度建築から霊感を受けている。ブライアンの一番は二部構成となっており、第一部は気楽のみの3つの学章。やはり3学章からなり1時間以上を要する第二部はラテン語の手で有無に曲をつけた形となっている。 合唱が声楽と気楽の両方の役割を果たすような無伴奏合唱のための公共曲を書いた作曲家も少数ながら存在する。クランビル・バントックはそうした作品として、アッテランタ・イン・カラドン、バニティ・オブ・バナティス、エーページェント・オブ・ヒューマン・ライフの3曲を残している。音楽評論家のハーバート・アントクリフが技術的な実験と着想の点で似ている3作品の 一ち最とも重要であると述べているアッテランタは各パート少なくとも10名以上と指定された上で20の独立したセ部ブに分かれており最低でも200人を要する合唱隊のために書かれているこの効果を武器にバントックは重さと色彩の異なる集団を形成させちょっとした還元学の色の配合や遠近感のある多様な演奏を実現できるようにした加えて 合唱は、概して三部に分割されており、木管楽器、金管楽器と弦楽器から構成される音色に近づけられている。アントクリフが書くには、こうした分割を行うことにより可能性のあるほとんど、すべての声楽的表現が単独、もしくは他との組み合わせで用いられる。合唱体の様々なパートがそれぞれ言葉を述べていたり、笑い声や、 鳴き声の調子を表現するのを一度に耳にすると普通の指揮者や作曲家が未だが師匠の持つ可能性をいかにわずかしか手中に収めていないかということに気づかされるそうした組み合わせは適切になされた場合はことのほか効果的であるがそれを実現することは極めて困難であるロイ・ハリスは八部に分かれた合唱を用いて百三十五年に声楽のための公共曲 アカペラを作曲した。ハリスは、火星、リズムと強弱に焦点を当て、ウォルト・ホイットマンのテクストを合唱作品に仕立て上げた。実際の感覚では、ホイットマンの死に生き生きと描写される人の努力は、歌手が受ける、音楽上の試練に近いのだということが見出されるとし、ジョン・プロフィットは演奏者にとってのこの音楽の難しさ、および感情的な質の高さについて言及している。 マルコム・ウィリアムソンは1960年から1962年にかけてオーストラリアの詩人ジェームズ・マコーリーのテクストを用いて声楽のための公共曲を書いた。ルイス・ミッチェルの記すところではこの作品は純粋な、いかなる感覚をもってしても公共曲とは言えず、むしろ読書コントラルトの祈りの言葉に続く4、学章の作品であるという。テクストは、 オーストラリアのアラノと幻想のようなキリスト教信仰を賛美した内容が合わさってできており、そのギザギザしたコート、リズムに音楽が合わせている。ミッチェルは次のように書いている。トライブブラザーのためのレクイエムが例外となる可能性がある他は、この公共曲は彼の全合唱作品の中で感情的に最もオーストラリア的であるエルサレムのヤフホモン ペンデレツキの公共曲第7番はエルサレムの七つの門という副題を持ち、様々なレベルで7という数字に満たされている。近年の作品には公共曲の形式よりも表題的な意図に多くの注意を払ったものがある。ハンス・ベルナー・ヘンツェはアンナ・ゼーガースチョの小説第七の十字架を構造の骨組みとして1997年に7、学章からなる。 公共局第9番を作曲している。小説は、ナチスの収容所からの7人の避難者のフライトに関する物語で、7つの十字架は7つの死刑、宣告文を象徴している。一人の収容者が苦難を超えて、自由を手にする箇所がテクストの山場となっている。ペンデレツキの公共局第7番、エルサレムの7つの門は当初オラトリオとして着想された。 この作品は7学章で書かれているのみならず、音楽学者のリチャード・ホワイトハウスによれば、様々なレベルで7という数字に満たされている。7音からなるフレーズの仕組みを後半に用いること、そして同じ高さの音の7回反復を頻繁に行うことで作品がまとめられる。最後はフォルティッシモでそうされる7つの和音により、作品は閉じられる。 1999年に完成されたフィリップ・グラスの公共曲第5番はレクイエム、詩人、権限という副題を持ち、その表題的意図を満たすために12の楽章を備える。グラス自身は次のように書いている。この公共曲への私の計画は、多くの世界の偉大な英知の伝統を広い範囲で示すことであり、世界の創造以前に始まり、地球の生命と楽園を通り抜け、 未来の展示で締めくくられる声楽のテクストを生み出した。21世紀の始まりにあたる千年期は過去、現在と、霊的な再生をつなぐ、象徴的架け橋になると考えているとグラスは、記している。さらに最近になって、グラスは、公共局第7番において、ビラリカの聖なる三位一体をもとに、哲学的、音楽的な構造を作り上げた。グラスは、核学賞の表題と、 それらと公共局全体の構造との関係性について記している。ザコーンは母なる大地と人類の幸福の直接的な関わりを示しています。ザセイクリットルートは北部及び中央メキシコの高地砂漠で見出され、霊的な世界へ通じる扉と理解されています。ザブルーディアーは知識の書の所有者と考えられています。知識人になりたいと強く望む。 いかなる男性も女性も根気強い鍛錬と努力によりブルーディアーに出会わなければならなくなるのですテクストを加えることは楽曲の表題的意図を効果的に変化させうる。フランツリストの二つの合唱交公共曲もそうである。ファウスト公共曲もダンテ公共曲も純器楽作品として構想され、後から合唱公共曲となった。 リスト研究の権威であるハンフリー・サールが後から合唱が入ったことで、ファウストはうまくまとめ上げられ完成を見たと断言する。一方、別のリストの専門家、リーブス・シュルスタットは、作品自体に異なる解釈がなされるように劇的な、中心点を変更したのだろうと論じている。シュルスタットによると、1854年のリストの初稿の終わりは、グレート比縁を最後にさっと参照し、 開始学章の最も威厳ある主題群に基づき、波長長で還元学が締めくくっていた。この集結は、ファウスト並びに、彼の想像力のペルソナの範疇に収まっていたと言えるかもしれない。リストが3年後に作品を再考した際、彼はゲーテのファウストの最後の文句から、男性合唱が歌う、神秘の合唱を追加した。テノール独唱が合唱を伴い、 テクストの最後の二行を歌うのである。シュルスタットは次のように記す。神秘の合唱のテクストの追加により、グレートヒエンの主題は変容して、彼女はもはや仮面をつけたファウストには見えなくなる。こうして、劇の最後の場面と直接の関わりが持たれることで、我々は、ファウストの創造の世界から逃れて、彼の抗いと救済について述べることなる声を、聞くことになる。ダンテの 天国編第31編により、ギュスターブ・ドレが、ダンテが彼方からの天国の音楽を聴いている。同様に、リストがダンテ公共曲の最後にも合唱を加えたことにより、作品の構造と表題的意図が変質を遂げた。リストは作品を新曲の構造に沿わせ、公共曲を三楽章制として、各々を地獄編、煉獄編、天国編とするつもりだった。 しかし、リストの娘婿にあたるリヒャルト・アーグナーに、地上の作曲家には、楽園の喜びを忠実に表現することはできないと説得される。これによりリストは、第三楽章をやめにして、代わりに、第二楽章の結微部に合唱要素となるマニフィカトを付け加えた。サールが主張するには、この行動により、作品の形式的均衡は、効果的に破壊され、聴衆は、 ダンテのように天国の高みに向かって、天を見つめ、彼方からのその音楽を聴くことになるという。シュルスタットが論じるには、最後の合唱により、楽園へ至るためのもがきから解放されて、本作の物語の奇跡が完成することを、助けているという。反対に、テクストの存在が、合唱公共曲の誕生へのひらめきとなり、表題的な焦点が変化したことで作品が、 純企画的な楽曲として完成されることもある。ショスタコービチはもともと公共曲第7番を自身の公共曲第2番や第3番のような単一楽章の合唱公共曲として計画していた。ショスタコービチは詩編第9編をテクストに用い、罪な基地が流されたことに対する復讐を題材に取るつもりであったと伝えられる。 これを行うにあたり彼はストラビンスキーから影響を受けており深い感銘を受けた詩編公共曲に匹敵する作品を作ろうとこの作品に取り組んだ。詩編第9編のテーマはスターリンの圧政に対するショスタコービチの義憤を伝えるものではあったがドイツ軍の侵攻以前にはそのようなテクストを伴う楽曲の公開演奏を行うことは不可能な状態だった。 ヒトラーによる侵略は少なくとも理屈の上でそのような作品の発表を可能にした。知恵の言及を公の意味としてであればヒトラーに関連づけることができたからである。スターリンがソビエトの愛国的宗教的情緒に訴えかけていたため権力者は正教会を主題に取ることや早期させることに対する抑圧をもはや言っていなかった。にもかかわらず ショスタコービチは自作がこの象徴性を大きく超えてしまうとやがて悟ることになる。そこで彼はこの公共曲を伝統的な4、学章性に拡大し、純器学作品としたのであった。ベルリオーズはテクストの表題的側面を利用して、ロメオとジュリエットの公共曲形式を形作らせ、その内容の手引きとする一方で、還元学がテクストにとって変わって、 言葉を使わずにどれだけそうした表現を深められるかを示しもした。彼はロメオの序文に次のように書いている。ベルリオーズはテクストを用いてロメオの公共的形式を形作らせたが、音楽が言葉を用いずにテクストを代替できるようにもした。もし、有名な庭園と墓地のシーンの二人の恋人の対話にてジュリエットの傍らで、また、 ロミオの情熱の爆発が歌われず、もし愛や嘆きの二重唱がオーケストラに委ねられたのだとしたら、理由は多数ううあり、理解も容易である。第一に、これは公共曲であって、オペラではないのであり、これだけで十分であろうということ。第二に、この類の二重唱は、幾度となく最大級の巨匠たちが声楽として扱ってきているのだから、 別の表現方法を試みるのが賢明かつ風変わりであること。さらに、この愛が交渉であるために表現が音楽家にとって非常に危険だった。そのため、こうした場合には、気学の方がより豊かで、より変化に富み、正確性に劣り、非常に漠然としているがゆえに比較にならないほど力強いにもかかわらず、 音楽家は歌われる言葉の前向きな意味が、気学語法を頼りにすることをさせないと思うほどに、想像力を豊かにしなければならなかった。宣言文として、この段落は同一の音楽作品の中における公共的要素と表題的要素の融合にとり重要なものとなった。音楽学者のヒュー・マクドナルドが記すには、ベルリオーズは公共的構築に関する詳細な見解を、 頭の中に持っていたため、還元楽に気学的に劇的な箇所の大半を表現させ、説明的であったり、序実的な部分に言葉を使って音楽にしたという。同僚の音楽学者であるニコラス・テンパーリーは、ベルリオーズは、ロメオにおいて作品が公共曲と認識できる範囲を逸脱するのを避けつつ、物語的なテクストが合唱公共曲の構造を支配できるようなモデルを、 作り上げたのだと論じている。この意味において、リストやマーラーの公共曲は、ベルリオーズの影響に負うところがあるのだと、音楽学者のマーク・エヴァンス・ボンズは書いている。さらに最近では、アルフレート・シュニトケが、テクストの物語的側面を用い、自身の2作の合唱公共曲において、言葉が歌われない場面も含めて、曲を規定させてみせた。全録楽章からなる彼の公共曲、 第2番はローマカトリック式のミサ曲の順序に従って進み、物語風に2つの段階が並行して進むようになっている。紹介曲から取られたコラールへ付された音楽により、読書者と合唱が簡潔にミサ曲を演奏する中、オーケストラが拡大された同時解説を行っていき、それがミサの部分の演奏よりもかなり長く続いていく。解説は時に、 特定のコラールに従ったものとなるが、多くの場合自由度が高く様式的にも広い幅を持つ。結果として、型の上で不均衡となっているが、電気作家のアレクサンドル・イバシュキンはこう述べる。音楽的にこれらほとんどすべての箇所で、コラールの曲と続く拡大されたオーケストラの解説が混ぜ合わされている。この作品は、シュニト計が呼ぶところの見えざるミサ曲となり、 イバシュキンはコラールを背景にした公共曲と名付けることになった。主にケの公共曲第4番の持つ表題は作曲当時の作曲者自身の宗教的ジレンマを反映しており演奏はより複雑となり大部分は言葉を伴わずに表現される。単一学章の公共曲を形作る22の変奏において主にケはイエス・キリストの生涯における重要な瞬間を 際立たせる15の伝統的なロザリオの神秘を示し出した。第二公共局で言ったのと同様に、彼は描写中の事柄に関する音楽解説を同時に用意した。カトリック、プロテスタント、ユダヤ教、正統派の信仰する教会音楽を引用しつつ、数多くの音楽の流れが同時に進行して、 オーケストラのテクスチュアが極端に濃密になる中で、彼はこれを実行している。テノールとカウンターテナーが、曲中の2箇所で歌詞のない歌唱を行う。歌詞はフィナーレで4種類の境界音楽が、大位法的に扱われる場面まで温存され、そこで4部の合唱が、アベマリアを昇和する。合唱は、アベマリアをロシア語で歌うか、ラテン語で歌うかを選択することができる。 イバシキンが書くのは、これら異なる種類の音楽を用いる、表題的な意図は、作曲者の様々な心情が表明される中にあっての、人類の団結、統合、調和という思想の主張にあるということである。注釈出典、ありがとうございます。